皆さん、こんにちは。朝ドラブギウギで小林小夜役として登場している演技派女優の富田美優さん。その歌声と演技には多くの視聴者が注目しているようです。しかし、そんな富田美優さんは壮絶な人生を送ってきたといいます。そこで今回は富田美優さんの壮絶すぎる生い立ちについてご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。まずは富田美優さんのプロフィールと経歴から見ていきましょう。生年月日は2000年2月25日で、ジャパンミュージックエンターテイメントに所属し、女優として活躍しています。富田美優さんの父親はサーフィンが趣味で湘南に住んでいたそうですが、福島県いわき市に引っ越しをしたことで富田美優さんの母親と出会ったそうです。富田美優さんの父親が25歳、母親が28歳の時に結婚をして富田美優さんを授かりました。しかし残念なことに、富田美優さんの父親は富田美優さんが生まれる5ヶ月前に事故で亡くなっています。そして富田美優さんは父親の5ヶ月の月命日に誕生しました。2020年9月24日放送のテレビ「両親ラブストーリー親恋」では富田美優さんの両親の出会いと誕生の様子について紹介されていました。富田美優さんが生まれる前、父親は4歳になる前には福島県から神奈川県に戻って小さなサーフショップを開き、娘にはインターナショナルスクールに通わせたいと話していたのだといいます。そして富田美優さんの母親は福島県いわき市で生まれ育っており、先述しましたが28歳の時に富田美優さんの父親と出会い結婚しています。しかし富田美優さんが生まれる5ヶ月前に富田美優さんの父親が事故で亡くなってしまってからは、ビジネスホテルの支配人をしながら女手一つで富田美優さんを育ててきたといいます。富田美優さんと母親は2011年3月11日東日本大震災で被災したのだそうです。富田美優さんの母親が働いていたホテルが福島第一原発から35キロ圏内にあり、また東京に系列ホテルがあったので、富田美優さんは母親と一緒に東京に避難し、母親は東京のホテルで働くことになります。福島にあるホテルで系列ホテルが東京にあるということを考慮すると、やはりビジネスホテル系のホテルの可能性が非常に高いと思われます。場所的には富田美優さんが東京都府中市にある小学校に転校しているので、東京都府中市近辺なのでしょう。富田美優さんは一人っ子で兄弟はおらず、富田美優さんは母親と二人暮らしだといいます。母一人子一人の母子家庭で育ったそうです。富田美優さんが成人式の日に出演した番組「ヒルナンデス」の中でも母と二人頑張ってきたと話していました。そして富田美優さんの母親からの成人を祝う手紙が「ヒルナンデス」の番組内で紹介されました。その手紙の内容は「美優が生まれてもうすぐ20年です。ママは美優と一緒に母として成長する毎日でした。2000年2月25日、パパが天国に帰った日から5ヶ月後の月命日、パパにそっくりの美優に会えたことが人生一番の喜びです。生まれてきてくれてありがとう。大好きなおもちゃのピアノで遊ぶちびみゆ。本物のピアノを触った時は鍵盤の重さと多さにびっくりしていましたね。遊びながら即興で弾いてくれた曲、すごく上手で涙が出ました。二人で初めてのおめかし写真を撮った時のことを覚えている。ママが子供の時ピアノの発表会で着たワンピースをミユが着て、ママはウェディングドレス、カメラマンさんの前で一人でポーズしてはしゃぎましたね。疲れてピターッと抱きついてくれるミユが愛おしくて、ママの涙腺は崩壊寸前でした。19年間辛く苦しい涙も笑って嬉しい涙もいっぱいあって楽しかったね。ミユを見守り成長させてくださっている皆々様と、ミユの笑顔と頑張りに感謝しております。20歳を迎え、より一層生きることの楽しさを感じていってください。望んで生きる。ミユはミユの生き方で1分前までの過去を楽しんで、今から始まる未来を楽しんでいってね。
成人おめでとうございます。2020年1月三上母よりといった内容でした。この手紙を読み、富田美優さんは嬉しかったですね。父が生まれる前に亡くなっておりまして、母と二人で頑張ってきたので、これからも支え合いながら生きていきたいなと思います、と話し、スタジオで拍手が起こりました。こういった生い立ちがあったからこそ、演技力のある素晴らしい女優としてだけでなく、人としても誠実で謙虚で、とても素敵な今の富田美優さんがあるのでしょう。9月4日に10月スタートのブギウギに富田美優さんが出演することが発表された際には、富田美優さんと気づかないほどにスリムになっていたことが大きな話題となっていました。写真が公開されるとネット上では、この写真、富田美優ちゃんびっくり痩せている、富田美優ちゃんすごく痩せたね、可愛い感じの印象だったけどすっかり綺麗な女性になってた、と近衛に驚きの声が上がっていたほどです。激痩せをすると体調が心配されましたが、彼女に関しては問題ないとテレビ局関係者が語っていました。この関係者によると、テレビ番組などで披露していますが、芸能界デビューした直後はほっそりした体型だったんですよ。15年に公開された映画ソロモンの偽証のオーディションを受けた際、役作りで15キロ増量したことを明かしています、とのことでした。ぽっちゃり女子の役でブレイクしたことで、その後は役作りのために体型をキープし続けていたのだといいます。富田さんの場合、ぽっちゃり女子の役を演じるときは役作りで食事量を増やして体重をキープしているだけなので、通常の食事量に戻すとすぐ10キロほど痩せるんですよ。20年にフジテレビで放送されたスペシャルドラマ教場で警察学校の生徒役を演じた時もスリムになっていて話題になりましたしね、とテレビ局関係者は語っています。今後は脱ぽっちゃり女優の路線になるのでは、との声もあるようです。制作会社関係者は、富田美優さんは浜辺美波さん、上白石萌歌さんと同じ2000年生まれで、一つ上には橋本環奈さん、永野芽郁さんなどもいるなど、同世代にライバルが多い。そんな中、役作りで体重を増やしたことでぽっちゃり女優として差別化することに成功しました。今春に放送された、だが情熱はあるで演じた南海キャンディーズしずちゃん役が高い評価を得るなど、実力派として評価が高まっているので、ぽっちゃり体型でなくても起用したいというテレビマンは多いんですよ。仕事のためだけに食事量を増やすのは健康に良くないですから、今後は本来の姿で女優業をやっていくのでは、と語っています。主人公でなくても抜群の存在感を放つ富田美優さん、朝のテレビ小説ブギウギで披露した見事な歌声に、 SNS では富田美優さん生歌、素晴らしい張りのある美声、演技もだけど歌うま、ほんといろいろできる女優さんだな、歌がとってもうまくてびっくりした、といった声も上がっています。またブギウギのさよの演技に対しても、いい子だなぁと思わせて徐々に不穏に、ついにめちゃくちゃ無神経な振る舞いをし始めるさよ、うまいな、ある意味魔性の女、富田美優さんうまいよね演技、昨日は株価急上昇、今日は株価大暴落の演技ができる富田美優という役者、恐ろしい、などと称賛の声が相次いでいました。自身の経験してきた人生観などから、その演技は他の人が真似できないほどの深みが出ているのかもしれません。これからも富田美優さんの活躍から目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。